るで別人のプロポーション、ああ水際のエンジェル、君は初めて僕の目に見せたその素肌、そのセクシー、超高層ビル走るハイウェイ、銀色のプール、ざわめく街を切るように君は飛び魚になった。ドラマティックに Say I I Love、 ミステリアスに So All of Time、 こんなに一緒にいたのに99 恋をした、おお君に夢中、普通の女と思っていたけどな、人違い、おおそうじゃないよ、いきなり恋してしまったよ。夏の日の君に、測れないね、色っぽいジャミ、僕の視線を避けるようにいてね、意識してしまう、スキャンダラスに Say Yeah Yeah Love、 ダイヤモンドに So All of Time、 宝の山だよ、1993 ジェラシーさ、oh 君に夢中、僕には合わない人だと思ったら、今日からは oh とんでもない不思議な気分に戸惑うよ。夏の日の君に、ミステリアスにソロを歌い、こんなに一緒にいたのに、99 恋をした、おお君に夢中、普通の女と思っていたけどな、人違い、おおそうじゃないよ、恋してしまったよ。夏の日の君に、はい、というわけでですね、夏の日の1993、クラスのデビュー曲のプロモーションビデオを見ていただきました。まあここまで6回にわたってやってきました、夏の日の1993ボーカルコーラス本人実演解説ということでね、コーラスはどうなってるんだとか、ギターでやるとこんなだとかでいろいろやってきましたけども、まあこのプロモーションビデオのこの曲がね、まあ、完成形ということで見ていただきました。で、実はこのプロモーションビデオは僕たち動いてないですね。動いてない。写真しか入ってないんですけども。というのはこれはですね、まあ、あ、こっちか、この辺、この辺かな。1本目の、これがお蔵入りになったプロモーションビデオです。模型飛行機とか飛ばしてるんですけど、なんか、まあ今見てちょっと違うなっていう感じですけど、これは社長が見て、ダメだこれ。今、作り直せ。ということで2回目の、
さっきご覧いただいたロケ地は沖縄なんですよね。で沖縄僕ら、行けなかったんですけど知らないうちに行って撮ってきてたみたいですけど、なんかこうこういうね、これとはまた違うんですよ。こういうパンフレットか写真かなんか行ってんですね、沖縄に僕らの代わりに。でこう砂とか貝殻とかこう周りをこう埋めながら、まあちょっと参加してるみたいな感じになってますけど、まあ、僕ら行かずにこういう紙媒体っていうか写真だけが行って撮影された。まあでもそのおかげでなんかこう自分たちがね動いてないく、まあ出てますけども、なんか何なんだろうと、こうベールに包まれた感じがちょっとありますよね。まあそれもまあ良かったのかなと思いますね。であの女性が、女の子がこうイメージビデオなんですよ。なかなか顔とか見れないですよね。どんな顔なんだろうかなってちょっと抜き出してみたりね、ビデオ止めてみたりとか しましたけど、まあこんな感じで、27年前か、ね、当時彼女が20歳だとしても、47歳ぐらいになってんのも、へえ、もしこのあのムービーご覧になったら、連絡くださいそうなんですか、へえみたいな、それとまあもう一つおまけで話しておきましょうかね。当時のエピソードなんですけども、1993年のあれはまあ春前ですかね、レコーディング終わって正月終わって、で社長がですね、これからまたミュージックステーションとか出る、で夏の歌歌ってんだからそんな白い顔してちゃダメだ、お前ら日焼けサロン行ってこいって言われまして、33歳でですね初めて日焼けサロンに行くんですけど、日焼けサロンってどこにあるんだ。で当時インターネットとかないので電話帳でとりあえず調べて、たらまあ歌舞伎町あたりにあるということで、ちょっと目星をつけてですね、歌舞伎町のプリンスホテルの裏側ですね、行った、作りとられて行ったんです。でこう見るからに、おおおおすごいなこのね、こうキラキ、キラキラっていうか、まああの辺りですからね、こうすごいビルなんですけど、それで確か7階建てぐらいの6階ぐらいもね、エレベーターに乗っかるんですけど、エレベーターの中がもうすごい、うわなんだこのすごいなこの辺のビルはみたいな、それで6階に入って、で日焼けサロンってあってですね、入っていって、まあこうおどおどしながら会員登録してですね、で鍵とトランクスかなんかをね、これで着替えてくださいっていうことで作って、2人で着替えてトランクス一丁になって、ね、上半身裸でこうやって行ったら、じゃあこちらにおいでくださいっていうことで、女の子多分ねいたんですけど、まあ一人ずつねこう連れて行かれて、でシェルってやつで日焼けサロンパカッと開くやつ、全身こう入って寝てパカッとしまって、紫外線でこう焼かれるやつタイプなんですけど、そこを初めてね座って、そしたら女の子が、オイルお塗りしますからっていう、オイル塗ってくれんのみたいな、なんか無風な感じで、一体俺はどこに来てるんだろうか、あ日焼けサロン日焼けサロンみたいな、まあそんな楽しかったですけど、それでまあ30分ぐらい焼かれてね、社長が領収書もらってこいよっていうことで、領収書7800円、ぐらいだった。それ定期的に行ってましたけどね、それで初めてミュージックステーションとか出て行ったんですけど、まあ結構ねヒットしてきたのでね、その夏に、そうするともう僕ら定期的に行ってるんだけど、あの二人がクラスで夏の日のナインティナインスリー歌ってる二人だみたいな感じ で俺たちこうね、てか俺一人でパッと入ったら、あもうつくりさんいらしてますよみたいな、あそうっすかみたいな、それで僕らがこうカプセルの中入ると、もう夏の日のナインティナインスリーがパワープレイされるみたいな、こうありがた迷惑みたいなね、まあ楽しかったですけど、それでまあサインをしたりとかねして、お世話になったり、皆さんお元気でしょうかね。まあ日焼け当時やっぱバブリーな時代ですから、日焼けサロン入るとですね、こう金品がこうジャラジャラっていうか、こうゴールドとかねシルバーとかいっぱいついた恰幅のいい妙に色の黒い親父たち、俺たちは俺33歳だったけど、もうちょっと上のね
おじさんたちがこう真っ暗のおやじさんたちがいろいろこういるみたいな、そういうね、まあ異様な空間っていうかね、そこでみんなこうじっとこう焼かれてるみたいな、こう座ったまま焼いてるやつとかカプセルとかいろんな段がありましたけど、まあ面白かったですね。というわけで、ちょっと話も してみましたけど、当時のエピソードね、夏の日のナインティナインスリーボーカルコーラス本人実演解説ということで6回、最後はプロモーションビデオを見ていただきました。これでおしまいということで、ねこれまでやった譜面とかありますからね、下の方下なあれなんなんていうんだあおじさん概要欄に、譜面とかダウンロードできるようになってますからよろしくお願いします。それと、もしよかったらチャンネル登録ね、よろしく。それとグッドボタンよかったらお願いします。というわけで、このシリーズこれでおしまいになります。また何か面白い企画やっていきたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。それではまた次回お楽しみに。さようなら。